疲れ様でした。本当に気持ちの入ったレースで。そうですね、もう自分も深夜も、はい、地元地区の G1 なんで、まあ、なんとか2人で勝ち上がろうという気持ちで、はい、挑みました。バック過ぎて3コーナーのところ、まあ、こう普段あんまり通るコースではなかったと思うんですけど、まあそこは気持ちでっていう感じでした。そうですね、やっぱりアンコになっても気持ちで曲げないでしっかりまっすぐペダル踏み込めたと思います。はい、まあ、初日から見てると本当に動きもいいですし、ここに向けてしっかり仕上がったなっていう感じですか。まあ、気持ちの面がやっぱり強いですよね。地元地区の G1 で何としても決勝っていうのをやっぱ今年入ってからそこを目標にしてきたので、まあ、なんとか最低限準決勝まで来れて、まあ、もう一戦ですね。はい、そうですね。あとは、まあ、新田選手の思いもっていう気持ちはあるんですか。やっぱり同じ北日本の選手として、もちろんやっぱり新田先輩が一番悔しい思いをしてると思いますし、まあ、なんとか代わりといってはあれですけど、まあ、しっかりその思いも胸に刻んで、はい、準決勝また挑みたいと思います。わかりました。また頑張ってください。はい、ありがとうございました。